皆さんこんにちは、リタです。今日は質問悩みコーナーの第2弾ということで、後編は皆さんからいただいたお悩み相談に僭越ながら答えさせていただこうと思います。あくまでね、私の個人の意見ですので、適当に聞き流していただければなと思います。それでは行ってみよう。会社の考えに合わず組織に属することにミスマッチを感じています。はるかさんはいかがですか？ぜひ私の2個前 のアメリカの会社を3週間で辞めましたという動画をご参照ください。かなり手間が省けると思いますので、退職届はチャット GPT をお勧めします。次、職場で尊敬できる人がいません。人も会えません。転職したばかりですが環境を変えるべきですか？尊敬できる人がいるかどうかっていうことが職場を決める軸なのかなっていうことですよね、きっと。なんか私個人の意見ですけど、本当に私だってなんか組織とか人とか環境とか、そういう変化する可能性があるもの、自分のコントロール外のところで変化する可能性があるものに自分の理想を委ねない方がいいかもなって思うかもしれないです。仮にじゃあ尊敬できる人が一人職場にいたとして、その人がじゃあ辞めたらどうします？私だったらまずそこを考えるかな、すぐ転職する前に。じゃないと環境を変えてもまた同じことの繰り返しな気がするので、私ならですけど。次、海外に行きたいと思いつつ仕事を続けているうちに時間が経ってしまい、年を重ねていくうちになんだか焦ってきました。目標を作ってそこに向かって動き始めるコツや方法ありますか？別にこう具体的な目標がなくても、海外に行きたいがとりあえずゴール目標でいいんじゃないかな。どういう形態で行くのか、どこの国に行くのか、なんかそこを決めて、とりあえずエアビーかなんかで2、3ヶ月ぐらい仮住まいするところを探してチケット取ってゴーでいいんじゃないかなと思います。次、会うと毎回こちらはダメージを食らう友人がいます。分かっているのに毎回会ってしまいます。会っていても失礼な振る舞い、過去相手は多分無自覚ですがあるのですが、それを友人がどこかのタイミングで気づける出来事が起きていると知るのが過去の自分への慰めになっているのかなと。あまり健やかではない気がするので距離が置きたいです。はるかさんならどう断りますか？なんか私こういう人の場合はゴースティングをします。既読スルーからのブロックかな。友達だから、友達さ、その縁切りとかあんまりしたことないからわかんないんだけど、そのなんか昔一回付き合いかけた人にやったことがあるんですけど、なんか私もわけわかんない女だったけど、向こうもわけわからん男だったわけね。でお互いにわけわかんなかったわけね。でまあじゃあ離れようと思って、でまあ普通にさ、最初連絡が入るわけじゃない。なんか向こう既読スルーされるなんて気づいてないからさ、で連絡が入ります。で既読無視してると向こうはあれなんかおかしいなと思うわけよ。で俺なんかしたって来るのね。でその段階でブロックだね。なんかその俺なんかしたっていうさ、その事故の中での内省が大事なわけじゃん。でもね、その向こうのね、俺なんかしたかなっていう感覚だってそう長くは続かないわけ。どうせ長く続かないし、最終的には向こうの記憶の中では私が 100% 悪い人間として記憶されんのね。でもさ、その人と人との別れなんてさ、どの道どんな道を通ったってさ、そうなると思うわけ。向こうにとっては私が悪い人として認識されると思うのね。そういうなんか縁を切るっていうところまで行くぐらいであればよ。だからどんな道を辿れど結末をそういう同じ結末なんだったら、相手も嫌な思いしてるかもしれないけど、こっちだって散々モヤモヤしてるわけよ。これはさ、私の人間としての嫌な部分なんだけど、最後ぐらいそれぐらいモヤモヤせって思わない？内省しろ内省って思うわけ。だけどこれはさ、なんか私のそのなんか色恋と友達はまだ違うじゃない。だからそのこの質問くれた方にアプライするかどうかは分からないし、多分しないと思うんだけど、ちょっとケースが違うから、私はゴースティングかなと。でも絶対真似しない方がいいです。なんか本当におすすめはしないからはい次、タスク等に追われてしまって心身が疲れ切ってしまった時、はるかさんはどのように対応されていますか？
なんか そもそもなんですけど、その心身が疲れるほどタスクをもう入れないようにしてます。でもこれはなんか私がフリーランスだから、ある程度こう融通、仕事の調節を自分でできるっていうポジションにいるので、できるんだけどね、会社にいる方とかだったらちょっと難しいのかな。なんかね、こだわりにくかったりもすると思うし、でもね、心身が疲れ切った後に対応するのと、それを予防するのとだと、絶対予防する方が対応楽なのよ。だからなんかある程度私はもう疲れ切る前に自分のラインがこれぐらいっていうのを知っておいて、その範囲内でやるかな。そうなので、あまりこう疲れ切るほどやらないようにしてます。次、頑張りすぎて適応障害になったから頑張るの怖くなったけど頑張りたい。なんかさ、何もできない時とかさ、何もしたくないっていう感情になってしまって何もできないとかさ、そういう時ってしんどいよね。自分も嫌になってくるしね、その中にいると。だからこう頑張るのが怖くなったけど頑張りたいっていう、そこのそのなんか葛藤みたいなのはすごくわかる気がする。自分が楽しめることから少しずつ始めたらいいと思うかな。ゲームでも何でもいいし、私がしんどかった時、なんか2020-2021あたり、なんかその時は、その辺りの、その何もする気がなかったっていう時は、なんか私はまた美容室に通うことから始めました。美容室に通うなんてさ、その私はただ行くだけでさ、美容師さんにこうやってもらう、向こうがなんていうの、施してくれるから、私は別に何もなんかほぼほぼしないに変わりないんだけど、この整えてもらうことでちょっとずつまた髪、たった髪なんだけど、なんか中身までまた整い始める気がするわけよ。で、だからその感覚が好きだったから、まずじゃあ美容室に行ってみて、ああなんか良かったなと思って、じゃあまたお願いしますってこう予約を入れて、今度は何を整えようかなと思って、あ、じゃあなんかピラティスも前から興味があったし、私背骨が曲がってるからさ、だからなんか姿勢も悪かったりするから、だからピラティス私は行き始めようかなと思って、やっぱり違いがわかるし、姿勢が整うからまたなんか整ってる気になるし、じゃあ今度また何を整えようかなっていう話になっちゃって、この爪をやってみようかなとかさ、そういう風にこう積み重ねていくことによって、小さいことだけど、ちょっとずつ行動量が増えていって、活動量が増えていってで、っていう風にこう、じゃあまた仕事ももうちょっと増やしてみようかなって思ったりとか、私仕事はまあ辞めたことなかったので、ずっとなんか何かしらこう続けてはいたんですけど、こうその活動量を増やすことによって自然に仕事量も増やすことができたから、だからなんか少しずつ小さいところ、自分が興味あるところ、好きなことからちょっとずつこう手を伸ばしていったらいいと思う。頑張るじゃなくて、まず楽しいことからやっていったらいいと思うかな。はい。次。会わない人が一番近くにいる主人です。はるかさんならどう付き合っていきますか？どう付き合っていくかってことは、まだ関係は続けていきたいということなんですかね。なんかさ、会わないって一言で言ってもさ、こうレンジがあると思うんだよね。例えばもう緊急事態的な状態の場合、いわゆるモラハラとかになってる状況であれば、もうそれは付き合う別れるとかじゃなくて、もう非難だと思うんです、まず。でもしそこまで行ってないのであれば、こう継続的に今までずっと会わなかったのか、それとも最近なんか会わないなっていう感じなのか、なんかそこの違いも大きいなと思っていて、継続的にずっと今まで会わなかったのであれば、私だったらこの性格の違いっていうのはもう解消できるものではないなと思う。だからなんか別れたいなら別れるでもいいし、一旦別々に住むなら別々に住むでもいいし、すると思う。それはまあ深刻さのレベルによって。で、その深刻さのレベルっていうのはどうやって測るかっていうと、私だったら話が通じるかどうかかなと思う。お互いもう理解に及ばないとか、話が通じない、話ができないのであれば、もうさっさとやめた方がいいかなって私は思っちゃうと思う。で、一時的なものだとしたら、会わなくなったって感じ始める、なんか原因が多分どっかにあると思うから、それを探るかな。要は人なんてさ、
いい方に変わるっていうのはすごく難しいけれど、環境的な要因で一時的にでも悪い方になんて簡単に転ぶじゃない。なんかホルモンの影響だったりとかさ、少し年齢を重ねれば更年期とかミッドライフクライシス、同じことかな、ミッドライフクライシスがあったりとかさ、その人の性格の変化に影響するような環境的要因って普通に何もしないで普通に生きてるだけでも出てくると思うのね。プラスそこに仕事だったりとか友達だったり家族だったりとかさ、さらに要因になり得る可能性があるものがあって、そういうふうにさ、こう状況が変わると性格も変わるというか変化が出てくると思うのね。それで自分はあんまり変わってなくても相手が変わってしまってとか、相手も自分も変わってしまってとか、それで合わなくなったねっていうふうに感じる状況が生まれてしまう気がするんです。なんかでもあくまでもそれはなんか一過性的なもので、お互いにこう寄り添える部分もあるんじゃないかなと思うから、なんかこうコアな部分はさ、あんまりそれって変わってないと思うの。なんかこう第2層、2、3層目ぐらいは影響が出てくるだけだと思うから、なんかそのコアな部分はまだこう分かり合える部分がある気がして、まあ腹割って話し合う機会を作るなり、カップルカウンセリングみたいなのに、メリッジカウンセリングみたいなのに2人で行ってもいいと思うし、すると思うかな。カウンセリングとか腹割って話す機会を作るっていうのは、その前者のもうコアな部分から相性があまり良くないっていう場合でも、そういうのは一回試してみた方がいいと思うけど、まあでもそれも話が通じるかどうかっていう話だから、どうかな。はい。まあなんで、まあそういう感じかな。次、年を重ねるとさらに性格迷子になってます。ちなみに私は INFJ でした。わかるわかる。多分小さい頃はさ、なんか学校の中とかさ、そういうコミュニティがかなり限られてたじゃないですか。だからある意味なんか考え方だったりとか性格もこうなりやすかったと思うのね。白黒はっきりしてる感じ。でもこう大人になるにつれてどんどんこうなんだろう、世界が広がっていって、こういう考えもあるんだとか、こういう世界もあるんだって経験していくとさ、よく考えることも増えるし、白黒つかないことも増えるしさ、なんかそんな感じで性格迷子になる要素が増えるよね。なんかグレーなことが増えていくというか、なんかこれもいいよね、あれもいいよね、みたいな感じ。だから年齢を重ねるにつれてのその性格迷子っていうのは、いろいろ自分が経験をして、こう世界が広がってる証拠なのかなっても思います。はい。次、感情が出にくいパートナーで一緒にいるとき、相手の様子を伺ってしまうのが辛いです。比べるのは良くないと思っていても感情表現を良くしてくれた元彼を思い出してしまいます。なんか一緒にいる時に相手の様子を伺ってしまうっていうのは、相手が不機嫌に見えるとかそういうことなのかな。なんか私はね、感情が出にくいパートナーってそこまで嫌だとは思わなくて、多分自分の中で考えて処理するのが好きなんだと思うんだよね。いや、わかんないけど、人によると思うけど、ただなんかこう、そういう人って結構こう、見えないところで不満が溜まりやすい気がして、溜めて溜めて最後になんか爆発しそうな感じがする。だから最低限私とあなたの間の中で嫌なことがあったら伝えてほしいっていう要望は言ったりとか、あとはなんか喧嘩っぽくなったら自分だけがバーッと言うんじゃなくて、相手の立場も聞いてみる、なんかどうですかって聞いてみるとかで、相手にもそのちょっとね、アウトプットを促すとか、なんかそういうのはこう意識的にするかもしれないけど、普段は多分放っておくと思う。まあなんか何も言ってこないし、まあ一家ぐらいの感じで放置すると思うかな。私ね、思うんだけど、多分相手ね、そんなに気にしてないと思うんだよね。多分なんかこの質問してくださる方がこうやって悩んでるっていうのも気づいてないと思うんだよね。いや、わかんないけど、なんかそんな感じがする。だからなんかこう、ちょっとほっといてみて、なんか出てきたらその時対処するぐらいでいいんじゃないかなって思うんだけど。あとはなんかその感情を表現してくれた元彼をよく思い出すっていうのはさ、思い出っていうのは美化されるじゃないですか。なんか問題がなかったらさ、今も一緒にいるでしょ、きっと。こうちょっと隣の芝生は青いに近い感じなのかなと思いますけどね。それは
感情表現あるのもあるのでさ、疲れない？アップダウンがあってさ、なんかそれだったら私は自分で処理してくれる方が助かるわと思うんだけど、し、それになんか平和な気がする。はい。次、実感は辛い、根強く残る家長制。同世代の多くが結婚し始めたけど、名字を変えるのは女だけ。なんかだから社会の呪いみたいなもんよね。別に日本だけじゃなくて、アジアって結構そういう文化、強いかなと思いますよね。その、家っていうものに対するこだわりというか、まあ呪いだよね。なんか主人とか奥さんとかそういう呼び方も、まあ呪いだけどさ。なんか英語にもさ、ミスター&ミセスとかっていうのをさ、まあ大体新婚の時かな。そういう言い回しをよく聞くんですけど、でもミセスってさ、ミスターに S じゃん。ドン引きだよね。私だからもうやめてくださいっていう感じ。だから私は結婚した後もミスで通してるんですけど、てかあんまりミセスって今時単体でそんな聞かない気がするけどね。よく聞くのはやっぱミスター&ミセスのそのセットだよね。結婚した時にさ、ミスター&ミセスっていうなんか壁飾りみたいなのもらったんですけど、もうすぐ捨てました。次、インターネット上での出会いも友達ももう疲れてきました。今年はオフライン重視。もはやお悩みでもないけど、はっきりしてていいと思う。ファイティング。次。周りから恋愛しな、焦りなよと言われるのですが、一人時間が好きすぎて恋愛スイッチが入りません。いやー、なんかね、余計なお世話だよって感じですよね。一人時間好きならそれでいいと思いますよね。いいよね、一人時間。だし、なんか綺麗事に聞こえるかもしれないですけど、その、焦ってもいいことないと思いますよね、恋愛でね。いっぱい一人時間楽しんでください。いいと思います。次。英語は話せるのですが、英語を使ってどんな仕事に就きたいかを何年も模索中で悩んでます。日本で英語が話せるのをっていうことを生かした仕事がしたいってことですよね。いやー、なんかわかんない、ちょっと的外れな答えになっちゃうかもしれないですけど、なんか英語っていうのを抜きにしたらどういう仕事に就きたいかって考えてみるのもいいかもしれないですよね。なんかそれでうまく最終的に英語と結びついたらベストかなと思う。例えば旅行好きで旅行関係で、旅行関係で英語って言うんだったら、まあ、航空会社とか、なんかわかんないですけど、なんかね、そういう風に結びつくし、もしそれで考えてみて、英語しかないって言うんだったら、まあ、それはそれでさ、やっぱ通訳とかさ、英語を教える先生とかさ、なんかそれはそれで限られてくるし、ね、そういう風に考えるかな、私だったら。次、マイナス思考です。人に迷惑をかけたくない気持ちが先行して、仕事でも顔色ばかり気にしています。はるかさんみたいに自分らしく強くいられる私になりたいです。なんかさ、性格の話になるとさ、メンタルが強い弱いとか、そのプラス思考マイナス思考とかさ、善悪みたいな感じで考えられがちだと思うんですけど、メンタル強いとかプラス思考の方がいいってこう取られやすいと思うんですけど、いいも悪いもないと思うのね。私的にメンタルってさ、強弱じゃなくて硬さだと思うのね。メンタル硬い人と柔らかい人。硬さだとさ、硬ければいいっていうわけでもないじゃん。硬かったら大きいダメージが加わった時にもうパリンと割れちゃうけれど、柔らかかったらさ、それを包み込めるわけじゃないですか、その大きいダメージをね。私は多分メンタルが硬い人なのね。でもこの質問というかお悩みをくださった方はメンタルが柔らかい人なんじゃないかなと思うの。なんか私にはできないような他人への気配りとかもできるような気がするし、この包み込めるメンタル、柔らかメンタルっていうのも自分らしさじゃない？それって魅力だから、私からすると無理に消そうとしないでほしいなって思いますっていう感じかな。はい、ということで答えられなかったものも毎回そうなんですけどあるんですけど、質問悩みくださった皆さんありがとうございました。ということで1年の初めの動画だったんですけど、皆さんにとっても私にとってもこの1年が心豊かな年になるようにね、本当に願っております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。